リー男爵は、イギリスの男爵貴族、連合王国貴族爵位。政治家、ウォルター・ラッセル・リーが1937年に除されたことに始まる。銀行家、ウォルター・ラッセル・リーは労働党の政治家としても活動したほか、王室会計監査官を歴任した人物である。彼は1935年に順男爵に除された後、1937年には、 連合王国貴族として、カンバーランド州エスクデールのリー男爵に賞女した。二代男爵フィリップは、カンバーランド州治安判事を務めたほか、1962年には、数密顧問官に就任している。彼には、子がなかったため、彼の死後に、爵位は、老いのニコラスが継承した。三代男爵ニコラスは1999年貴族院、法成立以降も引き続いて、 貴族院に席を置く92人の世襲貴族の一人であった。その息子である四代男爵魔襲が2020年現在のリー男爵家当主である。現当主である第四代リー男爵魔襲ジェームズ・リーは以下の爵位を保有している。爵位の法定推定相続人は現当主の息子であるイヴァン・リーイカカ。ありがとうございます。